今日講師ということで大役をいただきましたが、山内めぐみと言います。初めましての方も、それからとっても懐かしい方々も今日いらしてて、できっと私が喋ることよりももっといろいろ私の話、恥ずかしい話とか、ご存知の方がいっぱいで、さっき清水さんが優しくて、もう何回も聞きたいなと思って、とか思うぐらい、言うぐらい、優しくて優しくてライブの時がかっこよくて、もうそんなんいっぱい言うてくれはるから、もうどんどん恥ずかしくなって、そんなこと穴があったら入りたい感じで今立してもらってます。すみません。で、心を落ち着かせるために、きっとね、私が学校で教えてた人たちは、ピアノ弾くときとか優しい顔して弾いてるんだって、こんなに変わったよっていうところも変わるかな。ちょっと今弾いていいですか？すみません、はい、ずっと音楽活動してて、最終的には自分の作った曲をね、どんどん読み出したいなって、この年になってまた思ってて、で、去年ミニアルバム、いや自主制作なんですけど、ピアノだけのね、ミニアルバム3曲作りました。その中から、水浴、
最初の発表会で足届いてない2年生それでも小さかったんと思う、同級生が小さかったら小さかったという話を言ってた。髪の毛も伸ばしたい年頃じゃないですか。今私ずっと長いのは多分この頃憧れやったから伸ばしてるのかも。もうすぐ切る、その可愛い少女が、ね、どうなるかちょっとね楽しみなんですけども、これはこれはね、これどこにいらっしゃるんですか。これ十徳というライブハウスで今でもあるんですけど、一番隅っこで猫耳。ああ、あそこにこの、これね、はい、当時1982年に大勢83年かな、あのクラブ、学校のクラブでね、あの大学は教場で女子大学さんで、学校のクラブっていうか全員女子で、当時は、ね、ギャルバーって言って、あの可愛がってもらって言うんだけど、当時のライブハウスはすごい学生バンドがあの結構出てたんですけども、学生やのにすごいお客さんがついて満杯になってましたね、いつも。この部を先ほどとしない時代のどこにあるんですか。一番前のビリカーで友達くっついてるね、あんにゃん。これはもうこれね、そうなんです。この頃から髪型変わってない。まず最初に中学の先生、はい、ついの写真がこれなんですけども、これはいつの写真ですか。これはね、もう最後の学西宇治中学校の懐かしい音楽室、もうボロボロやったんだけど、こうやってね、歌ってましたね。その男子校、男子中学生憧れの教授を見てますね。全然もうおちょくりまくりくられてね、いや、ほんでね、あの、よう泣いてたんですよ、生徒に言うこと聞かへんから。そしたらね、まあ、ここに来てくださってる先生で、まず主任の先生が涙拭いてくれたって、覚えたんだから。どの先生でしょうか。これとか、やってらっしゃるとか、あともう一人ね、その先生の言葉も結構ずっと教師続けるのかとね、心に残ったんですが、いろんな先生いていいんだよ、あのしっかりした先生も、頼りになる先生もいれば、頼りないとは言わない、まあ、お姉さんの先生もいれば、お母さんみたいな先生もいれば、その中で子供たちが育つから、あのいろんな先生がいた方が、みんな立派な先生ばっかりやったら、あの子供は育たない。なんかね、その言葉がすごくね、心に残って励まされて、で、あの西宇治中学校、そして東宇治中学校で、最後宇治中学校なんですけどね、もう次の写真がこれなんですか。これは東宇治中学校の最後の学年やから今日は来てないけど、なんかサプライズでこの時に、なんか先生いつもより綺麗な格好して、あの教室来てって言われて、いや綺麗な格好で掃除やったんだけど掃除の日やったんだけど、上からブレザー着て来ました。そしたら写真撮りたい、で班ごとの写真と全員の写真ともらって、後で卒業式にもらった記念やねんけど、掃除やったから半ごとの写真の横にあのゴミ袋が一緒に写ってる中学生らしい写真でした。あ、これ清水さんのね、子供さんの学年の宇治市の文化センターでね、合唱コンクールした時の写真ね、あの写真屋さんが撮ってくれる宇治橋商店街、懐かしい。これね、珍しいんですよ、授業中の写真、その宇治中学校でね、1年目にやってきた先生が研究授業をするという、なんか嫌な学校ですね。
で、その研究授業の時の写真なんでね、写真が出たんだけど、なんかみんなチャットしてはるんだけど、あとちょっと東氏とか西氏では考えられないぐらいの姿勢で歌歌ってはるのが宇治中学の特徴ですね。ね、なんか、もうこの数枚の写真見せていただくだけでもなんかすごく生徒さんにね愛されてたって、そういう雰囲気が伝わってきますけども、一緒になってねいろいろ悩んだりね、怒ったり笑ったりみたいな、ね、でしないですね。それは先生の先生料理に尽きるというか、本当やね、おかげさまですね。それぞれ思い出はあります。今日来てくれたこの学年の中でいろんなことを思い浮かべますが、あの東富士中学、1994年に入学した子たちなんですけれども、いろんな子どもたちいる中学校やから、でそれぞれにいろんな課題を持っている。でもそういう子どもたちがね、あのこう成長していくのに一番力になるのは子ども同士の集団の中でこう、ね、人間が成長していくんやなっていう思いを持って一緒に仕事させていただきました。子どもたちの中で関われるように、でつい道を踏み外すようなことをしても、あの仲間を裏切れないとか、そういう気持ちになっていったら変わっていくんじゃないかなって。で、あの関わってもらってたというか学年でした。で、まあ、1年生、2年生、3年生いろんなことしてくれたのね、もうみんな。で、そやけどもその3年生になったら学校のね、リーダーとして体育祭とか合唱コンクールとかもかっこよくないといけないし、後輩に見せなあかんっていうのは子どもたちの思いにきっとあったと思うんですよ。で、いざいよいよ卒業式を迎えることになったんですね。で、まあ卒業式が始まって、いやもう最後だなと思って、ずっと練習通りちゃんとやってるやん、でもこれ偉いなと思ったら、突然私らは知らなかったね、教師が知らなかった文読言うんですよ。何でしたって、次はこの言葉やと思ってたら、突然一組堤先生って、なんかえこんなんあったと思って、でもその瞬間堤先生見たらふわって、私もなんていうの、主任の先生もないって。でまあ自分たちはもう感動して、学年の先生はどう思われてたかわからないけども、まああの卒業式はすごかった。もうそこからずっと泣いてて、もう流されましたね。なるほど、いろんな生徒さんがいらっしゃったということで、その中であの岡崎体育さんを教えてらっしゃったと。そう、これね、岡君の、あ、岡君ですか、宇治中ではね、岡崎体育ってあのアーティストさんやるんですよね。で、すごい有名、今有名、ね、NHK の大河でも家康出てましたね、コマーシャル、はい、コマーシャルも出てるし、彼、宇治出身って聞いてたんですけど、岡崎体育って生徒教えたことなかったから、バンド仲間の人からね、このブレイクする前にデューイっていうライブハウスが京都にあって、そこでよう共演してた子で、岡崎体育でいるんや、面白いやつやねん、でも宇治の学校出たって言うと名産知ってるって言われて、そんな面白い名前の子教えたことないのしかも岡崎くんなんて昔、西富士に岡崎さんと教えたけど、いい品だったって言ってたな。